漫画でっちょんな、どもども、中年ゲーマーよろさんです。さあそれではロマサガ RS、やってまいりましょう。というわけで、本日お昼から新ガチャが、実装でございます。ウルトラデラックスガチャ、バートランド編ということで、今回実装の新スタイルは、ウルトラデラックス限定スタイルとして、バートランド、源流、溶接、プラオチスタイルとして、ハリードとマドレーンでございます。ようやく念願のハリード新スタイル実装でございますな。プラオチスタイルではございますが、最近のプラオチスタイルは優秀なスタイルも多いので、その性能に期待大でございますぞ。ちなみにこっちの源流は源ちゃんとは別物です。まあストーリーでも別物でしたけどね。ピッコロと神様みたいな関係だったらよかったんですが、今後実はもともと同じ源ちゃんでした。なんてなってくれたりしないですかねー。まあならんでしょうねー。なっても、別スタイルで実装でしょうね。さあそれでは、長話もなんですので、早速、新スタイル4体のざっくり性能チェックといきましょう。まずはじめに、今回いきなり新実装となったバートランド。実装するなら暗黒の巨星最大3弾の、タイミングだと思っていたんですが、なんか今回、わけわからないタイミングできましたね。それなら2.5周年の、ロマンシングフェスで満を持して、実装、とかの方が盛り上がったような気がするんですが、まあいいでしょう。そんな感じのバートくんでございますが、その性能は、いかがなもんでございましょ?スタイルレベル50での補正値は、こんな感じでございます。知力は 101% プラス15とかなり高めの補正値ですな。素早さも 75% とそこそこの補正値。他は腕力と精神がほどほどに高く設定されておりますな。妖艶の術師とのことでしたが、高めの補正値である腕力は仕事する場面はあるんでしょうか?愛情を受けて育ってないので、愛は 22% と低めです。ゲットされた方は愛情を注いで育成してあげてください。技構成、BP 霊で使用できる威力熱印単体化術の、ワインド、BP8 で使える SS 威力熱印単体化術の、トワイライトダウン、BP13 で使える A 威力霊印全体ファストの、水術、ドライスロット。ドライスロットは確定で追撃発動の、術のようですね。SS 威力の残印単体で、ドライスロットのランクに応じて、威力が変わります。どうやらこの追撃技が腕力依存の、剣技のようですな。それだけのために腕力に、86% の補正が振られたということですか。それなら追撃も術にしてくれたらよかったんですけどねー。でも、そうするととんでもなく強くなるから、ってことなんでしょうね。トワイライトダウンを覚醒しなければ、2ターン目に、確定でドライスロットを使うことが可能ですな。ラウンド1をスキップしなくていいので、使いやすいと思います。運用方法は、トワイライトダウンで808単体運用や、ワインド、ドライスロット、ワインドと、全体ファスト一発やプラスアルファの、運用もできる感じですな。アビリティ、連機吸収で敵を倒した時に、BP プラス5回復。ラウンド開始時にモラルアップ中と、ガードアップ中を付与するここを、高知力にテンションごと、モラルアップ中で火力は期待できそうですな。連機吸収をうまく使うことができれば、ラウンド1、ワインドで敵を倒して BP プラス5、ラウンド2、ドライスロット、追撃で敵を倒して BP プラス5、ラウンド3、ドライスロット、追撃、という感じで、とんでもないダメージを、叩き出すことも可能です。ドライスロットと追撃が別判定で、連機吸収の恩恵を得られるなら、1ターンで BP プラス10回復させるということも可能ですな。A 威力の全体ファストの後に SS 威力の単体追撃なので、連機吸収の発動を見越した立ち回りもしやすいと思います。おそらく、今後技マシンとして S や A スタイルも実装されるでしょうし、この機会にぜひとも確保しておきたいスタイルですな。全体ファスト持ちというだけで、確保する価値はありです。とはいえ、現状ではイン属性主体の、周回用スタイルですので、
周回用のスタイルは間に合ってますという方は、勇気のスルーもありかと思います。続きまして白源ちゃん。バートくん実装と同時にこっちの、源ちゃんも実装なんですな。残念ながら、あっちの源ちゃんと互換性は、ないみたいですが、こっちの源ちゃんの性能は、いかがなもんでございましょ？スタイルレベル50での補正値は、こんな感じでございます。腕力と素早さの補正がともに、高いですな。そして精神と愛が 70% 超え。精神はわかりますが、愛が高いということは、回復技持ちですかね。知力も 60% とそこそこ高めです。技構成、BP3 で使える E 力全体霊属性攻撃の、ヘール。BP6 で使える D 力熱霊全体攻撃の、メルトアイス。メルトアイスは、味方全員の HP 極小回復の、おまけ付き。BP9 で使える SE 力打霊単体攻撃の、ノーザントレイル。こちらは味方全体に防御バフ付与の、おまけ付き。技構成を見ていると、正月バウムに近い感じですな。一応663、で、全体運用が可能ではありますが、火力的には微妙といった感じですかね。また白源ちゃんは、S スタイルもございまして、技構成は、BP0 で使える状態異常回復技の、浄化の水、凍えそうな季節に愛を、同行いうホワイトブレス、BP4 で C 力の、霊属性単体攻撃、知力デバフのおまけ付きです。そして、あっちの源ちゃんも持ってるマドルブレス、継承するなら浄化の、水かホワイトブレスですかね。全体攻撃運用もできて、味方の HP も回復できて、防御バフも付与できて、状態異常を回復できて、知力デバフまでできる、一人でたくさん役割が持てる感じですな。アビリティ、回復呼吸4で自身の耐久力、アップ。体術の秘訣3で余ダメアップ、オーバーテンション。腕力と素早さもかなり高い補正を、もらってますし、火力アビがある分、周回でも問題なく使えそうですな。一応、周回にも使えるスペックではありますが、おそらく、大連戦のような高難度で、活躍できるスタイルでしょうな。ノーザントレイルはバウムのように、ファストはついてませんが、本人の素早さが高いので、特に問題なく使えるでしょう。ホワイトブレスで単体火力を、出しつつ知力でバフ付与もでき、メルトアイスで全体攻撃を、しながら味方の HP 回復も、可能。こっちの源ちゃんはサポート特化の、源ちゃんのようですな。周回性能だけで考えたら他に、代用可能なスタイルは多いですが、高難度に適性のあるサポータースタイルが、欲しい方は、狙ってみるのもありかと思います。正月バウムを、取っておいたらよかったなぁと思ったことある方は、ぜひともご検討くださいませ。ここからはプラオチスタイルの、方々。続きまして、久しぶりに新スタイル実装の、ハリード。約1年1ヶ月ぶりに、実装された念願の新スタイルですが、果たしてハリードの実力やいかに、スタイルレベル50での補正値は、こんな感じでございます。腕力 98% プラス11と、過去スタイルの中でもトップの、性能ですな。体力、器用さ、素早さもそこそこ高めの補正値ですね。技構成、なんか文字が多くて見えにくくてすいません。BP0 で自身にモラルアップ中と、ガードアップ中を付与する気合。BP5 で使える C 力単体ファスト攻撃、かつ自身をカウンター状態にする戦月。反撃技には腕力デバフの、おまけ付き、威力は戦月のランクで、変動。BP9 の D 力残雷全体攻撃の絶雷。これは2周年マドレインが持ってたやつですな。残雷全体攻撃の一発屋としても、使えますが、戦月と気合をループさせて、カウンターで戦うスタイルですかね。アビリティ、腕力 10.3 でラウンド開始時腕力大アップ。HP が減ってる時によダメ特大上昇の、逆境強撃、バトルテンション。バトテンのおかげで BP11 スタートなので、4ターン連続戦月が、使用可能ですな。タイガーシャークなどの戦闘に、配置して、カウンターを狙うといった感じで、使うスタイルですかね。最近、
カウンター持ちが活躍する高難度もあったりするので、もしかしたらワンチャン輝ける未来があるかもしれませんが、今のところ、微妙な感じのスタイルですね。最後にマドレーン、セクシーなイラストですな。今回で4体目の SS スタイルですが、その性能は、いかがなもんでございましょ？スタイルレベル50での補正値は、こんな感じでございます。腕力補正が 83% プラス14と、最近のスタイルとしては控えめ。しかし、素早さは 97% プラス14とかなり高めの補正値ですな。あとは器用さと精神がそこそこ高めといった感じでしょうか。技構成、BP2 で使える D 力の残雷単体攻撃の、ライバー、BP6 で使える D 力ランダム1から2回攻撃の襲来楽、ハリードの持ってたデミルーン派、襲来楽は攻撃回数も、ランダムということですか？ここは2回攻撃確定で良かったのでは？と思いますが、BP2 で D 力の攻撃を使えるのはいいと思いますが、2周年スタイルがあれば、BP3 で使える C 力の技がありますからね。技3も1年前の技ですし、人物足りない感じですな。アビリティ、素早さ 10.3 でラウンド開始時素早さ大アップ。剣の秘訣で常時をダメアップ、オーバーテンション。高い素早さがさらに高くなり、素早く攻撃できますな。使うとしたら雷弱点の、単体ボスのクエストで、使えないこともないかな？といった感じですかね。現状腕力依存の、雷属性攻撃持ちは、少ないので、活躍できる機会は、あるかもしれません。多分、という感じで、今回実装の新スタイルを、ざっくり確認してきましたが、全体ファスト持ちが腐ることはまず考えられないので、バートランドは、確保しておきたいところです。白ゲンちゃんは、正月バウムガールなら無理に取る必要は、ないですが、一人でいろいろと役割が、持てるキャラですので、高難度攻略のために、確保しておいてもいいかと思います。まあ高難度をやらない人ならスルーで OK です。ハリードとマドレーンはプラ落ちするスタイルですし、現状なくても困ることはないスペックなので、スルーで OK。というわけで、今回のガチャを引くべきか、否かでございますが、バートランド狙いで引く価値あり、バートくんが、引けたら即撤退。が、人によっては白ゲンちゃん確保、プラ落ちスタイルはスルー。というのが私の見解でございます。まあ15日には確実に、サガフロリマスター祭りが襲来ですので、しばらく様子見を決め込むのもありかと、個人的には思います。以上、新スタイル4体のざっくり性能確認でございました。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。